ややこしいやつが通ったらあれに払ったんで新米らしい栄養やで、あんたなんかいって面白い、これ安払いや、いやー寄り上がった、寄り上がったじゃない、払ってもらえた、いやー払ってもらえた、さあ今夜なんか平気、めでたいのんで払うか悲しいのんで払うか、なおなこと言うね、まあ、また何か悲しいのんで払うのか、悲しいのは、いやーな悲しいやな悲しいやな、悲しいことで言おうたら鶴は寸分に壁感じと、そんなアホなこと言うね、なんかであんまめでたいのって言うね、めでたいの言えるね、そんなけどちょっとうちらに飛躍してともならこっちちょっと言うまさかいな、何言うもんね、いやもうあんまこっち残っちゃいます、あかんと飛躍してともならって言えるだか、さあ行きますかい、よろしいね、えであのもじもじ、あとその前その立てるその日の前に立ったらこっちはもくるけどわからん、何言うとん、勝手に払わんかいと払えまんねんけど、まあ危ないといかんとか言うね、よろしいな、行きますし、よ聞いてとんならめったに行きますかい、よろしいな、そういうない、あはよんまあれに書いてもらったんだいてよ、あら、すみゃ薄いよえ、な何覚えないと、何がすみゃ薄い、いやまああんた知ったことない、そっち向いてない、こっち向いてなかったし、行きますよろしいな、行きますよ、払いますよ、やーよろしいな、やらめ、やらめ痛い、やらめが痛い、あーん、ゴミが入ったらしいな、おい、何言うてんのおい、払ってへんのか、ここにみんな払ってまんねん、だって聞いたらあれだったらそうなの、やら目が痛いな、見たこと腹、見たこと腹、腹おなら、おいおいおい、ええかい、あんた腹ってんの、あんた、あんただとそんなの、腹おなら、あーいいこけたらしいな、見たこと腹おなら、するわ、ほら長いするやな、するのくや長いわい、へえ、鶴は何年ですこれ、鶴は10年、おいちょっと待てよ、鶴は10年、おらまた短い時間やな、まあ、鶴の若字にめでたい、何のめでたいことあるんかい、鶴は千年やろ、ああさよか、ああそうですそうです、上の100本飛んだ、100本鶴は100本切るかい、鶴がで100本来ますがな、あ鶴子はっと、もうそんなややこしいこと言わん、鶴は千年じゃ、あはが、鶴は千年、亀じゃか、お亀ちゃん、おなごしみたいに言うね、亀、亀はんは、これ何です、何年です、これ亀はんは、上が一、二、か、二年か、亀はんは、一か年、俺またこれも短いな、これも若じじ、めでたい、何のめでたいことあるんか、亀はまんねんやろ、ああ、そうか、亀はまんねん、あ、そうそうそう、父さんく、仙台、父さんく仙台浦姫太郎ちゃん、あ、つまりこれはね、父さんとこの仙台の浦姫のが、太郎ちゃんが姫と、つまりこういうことになってますから、そう、何を言うてる、ちょっとも会おうてへんわ、それには、そこまで言うたら分かったろ、お前のやつさ、鶴は千年、亀はね、東郷さんとは千年、浦島太郎は三千年、三浦の大月百物、顔の面だけ折り返し、以下のやつが来たろと、このやつはね、ヒットで、二通り、真っ逆にさらにとこう言うんだよ。ああ、そうです、そうです。お元気やと、さよなら、こらこら、おなじみの役は交代します。